美さんがつけてらっしゃるアクセサリーがすごく可愛くて嬉しいです。冬に向けてこの重ね付けを楽しんでいただくっていうのがおすすめで、重ね付けやりたいけど難しいですよ。難しいですよね。結構そういう方すっごい多いんですよ。やっぱりチョーカーっぽいネックレスとこうロングのネックレスをこう重ね付けするっていうのが今年おすすめです。バロックパールって言って変形のパールになるんですよ。カジュアルな時にも綺麗めにも見えたりしますし、逆にこうフォーマルすぎるなっていう時にはちょっとカジュアルダウンしたりとか、とこのものすごいさりげないハートの水晶のデザイン、さりげないハート大人の女性のおすすめの、なんかよく見たら、ハートなのみたいなデザインで、確かによくよく見たらピアスとあとブレスとネックレスとセットで使っていただいてもいいですし、パールとも相性がいいのでお持ちのものと合わせていただいたりとか、本当にこうさりげなくつけれるハートだと思います。さりげないっていうのがまたいいですよね。そうですね、すごく可愛いです、ね、クリアだし冬ってこうトーンがダウンするお洋服が多いので、そういうところにこう一つしてもつけていただくと綺麗に見えるというか、他におすすめのアクセサリー、ゴールドとシルバーのセットの、あのペアのリングがあるんですけど、今私両手にゴールドとシルバー別々でつけてるんですけど、手につけた時にこうちらっとこうリングが見えたりとか、なかなかこう重ね付けってあの難しいなっていう方が多いんで、あとブレスレットも手元がやっぱりこうポイントになるので、ブレスレットも一緒につけていただいてこうちらっとあの写真撮る時とかにも見えたりとかするのも可愛いなと思います。これゴールドとシルバーが一個になった、そうですね、これも3種類になってるんですけど、今やっぱりミックススタイルをおすすめしてるので結構一番人気です。お洋服も何でも合わせやすいというか、萌え袖って流行ってるじゃないですか、はいはい、ちょっと長めの袖からちょっとこうチラッと見えるのが結構可愛かったりするので、冬も結構ブレスおすすめです。翔子さんはアクセサリーとか結構つけるんですけど、すごく参考になりました、はい。